はい。こんにちは。今日はね、翻訳機 T2S と T6 ミニトークのー翻訳機のね、えー、性能比較テストをやってみたいと思います。こちら、あボディがプラスチックですね、えー。こちらは金属製となっております。若干こちらが値段が高いといった具合で、ほとんど性能的には変わりませんね。はい。えー、そういったわけで、早速やっていきたいと思います。お仕事は何ですか What is your job? はい今のが T2S です。T6 いきます。お仕事は何ですか What is your job? こちらの方がスピーカー的にはあ音質がいいですね。はい、こっちらちょっとこもったような音がします。次はあどちらの会社にお勤めですか ?Which company do you work for? どちらの会社にお勤めですかはいこちらももう一度聞いてみますね。はいこっちの方が高音質で何か聞き取れやすいのはこちらです。もう一度聞き比べてくださいはい。 続いて、次の質問に行きたいと思います。通勤時間はどれぐらいかかりますか。To to 通勤時間はどれぐらいかかりますか。To to はい、こちらの音質とこちらの音質比べてみてください。 どちらが聞き取りやすいでしょうか私はこちら T6 の方があ聞き取りやすいと思います。えー、スピーカーはね、えー、T6 は上についております。金属の、はい。で、こちらは裏についてるんで、まあ、若干下向けなんで、こ、え、も、ー、ってると思いますけど、はい、えー、こんな感じですね。はい。 こちらはスリムで長いタイプで、こちらは厚みは若干ありますが、はい、縦の長さが短いといった具合で、重さは左が T2S が軽い、右がまあ若干重いというところです。落とした時なんかに、やっぱり割れたりするのはこちらでしょう。こちらは傷が入るだけだと思います。それとね、えー、どこが違ってるかというのは、まあ、操作系ですよねえ。こちら会議とかね、 えー、テーブルに向かい合わせて座った時に外人さんと喋りやすいといったところです。向こうにもマイクがついてますので、お互い、こちらが母国語、自分の国、日本語、相手の国で、交互にマイクで押してもらうと、双方向で会話ができるようになります。もちろんこちらもできますが、えー、そういった時にはここを、まあ、本人側の人が切り替えると、 いった風にこちらはなりますねここを押すということで側面についてるんでこちらの方がまあ双方向で会話する時はやりやすいんじゃないかなと思いますそれとあとはですね T6 の方が気づいた点ですけど言語の種類が多いですねこちら T6T2S はいいですか T2S は 左側見てもらいます。これだけぐらいの言語ですね。はい。これでも多いんですけど、スペイン語。はい。で、えー、こちらも、はい。うん。大体同じような感じに見えますが、こちらの方がね、えー、詳しいとこ、関東語とかもありますね。はい。 まあ、こちらの方が、あ、こちらもありますね。ほとんど変わらないかというところで、うん。スペイン語。はい。どちらも変わりませんね。はい、えー。そういったわけでね、こちらが値段が若干2000円ぐらい安いですかね。こちらがちょっと2000円ぐらい高いといった具合で、T6 の方が、うーん、まあ、使い勝手的にはいいかなと思いますね。 はい。えー、まあ、好き好きですけど、はい。ここにボリュームの音量があります。まあ、耐久性があるのがこちら。で、えー、まあ、気軽に使えるのがこちらと。T2S というふうになります。最後にね、先ほどの翻訳したところを見て終わりたいと思います。はい。えー、もう一回なんか言わないと、記録されたのが出ませんので、最後に。 東京支社には何人社員さんがいますか東京支社には何人社員さんがいますかはい、そういったわけでね 今日は翻訳機比較テストをやってみました。YouTube チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ではまたです。さようなら。Yes, I did a translator comparison test today。だいぶ訳されましたね。だいぶ短く。長い言葉は弱いようですね。はい、こちら。はいえー、YouTube チャンネル登録よろしくお願いします。では またです。さようなら。Yes, <YouTube> channel. はい、えー。非常に、えー、省略されましたね。そういったわけで、えーまあ、翻訳機のご紹介でした。では、またです。さようなら。